あ、ごめんなさい。倉掛けカロリン会うわ、なんかこれまずいんじゃないの、ママチャリしんどいんじゃないの、フルマックスで、うわ、俺も写真撮っときゃよかった。それでは倉掛け峠行きまーす。結構あるんですね、これで。この辺はまだいいんですけど、もうちょっとすると天パー超えるので、結構毛だらけ、猫灰だらけ、ケツの周りはクソだらけ。あー、何年ぶりだろう、4年ぶりくらいかね、ここ来んの。マガちゃんはもう当時は慶応だったからな。あの頃なんか4強とか8強とかさ、異常だったよね。全然進歩してません。ゆっくり行こう。ああ、そういうこと？赤信号の左側。はい。綺麗な道じゃないですか。迂回路は。これでもう足なかったりして、やべえな。うわあるね、これ。いやー、これありますよ。はい、ジグザグしようと思ってたのにできなくなっちゃいました。300m 張って上がるしかねえぞ。かっこよく 300m 登る、それだけをこう夢見てきてるんだけど、ないね。あ、こういう風になってんのか。なるへそ。うん、わかるわかる。そうだよね。ここに合流するそうです。気持ちいい。はあ、やっと頂上来ました。ミニ峠です。ふう、大丈夫か俺。もうちょっと足がエネルギー消耗率 30% あとは7割しか残ってません。にゃにゃー、うわー、
気持ちいい。わあ気持ちいいね。これ気持ちいい。はっきり言って目の門限南ルートのマックス、フルスペックで行ってます。まだ目の門限のルートに踏み込んだわけではなくて、アプローチですね。長い長いアプローチの一つをやっとクリアしたのかなという、そんなレベルですから先が思いやられます。まあそういうことです。